はい、こんにちは、加藤由香です。あのですね、ちょっと新しいですね、企画を考えているんですよ。はいはい。あのですね、写真のね、あの各シリーズ、いろんな私が発表させていただいたね、眠りるりですとか、まあ、四畳半に花一輪といったね、シリーズの中の作品の中から一枚一枚ね、もう少し丁寧にあの写真に、一枚の写真についてね、お話できたらいいななんてね、思ってるんですよ。一枚一枚。そのシリーズの大枠のね、あのどういう風にして作りました、どんな気持ちを込めて作りましたっていうのは、あのお話ししたことはあるんですけど、あ、いつもちゃんと書いてありますもんね。そう、なんですけど、その中に使われてる、まあ、キーになる作品だったりとかね、例えば DM に使った作写真、そういうものはね、どういう風にしてね、撮られたとかね、どんなとこで撮ったとか、どんな気持ちを込めて撮ったとかね、その話をしたいななんて思ってるんですね。で、なぜかというと、あの四畳半に花一輪ね、皆さんに会場でご覧になっていただいた時に、写真だけよりなんかその言葉があることですごくね、こう写真に入っていきやすかった、写真が見やすかったって言っていただく方が多かったので、それまでの写真のこうシリーズの中でも何かお話しすることで、今までこう私の作品で見てたけどちょっとわからなかった部分とか、もっとなんかクリアになって、もっとこう入り込んで見ていただけたりとかしたらいいかななんて思ってるんですけど、どうですかね。確かにその話、僕現場でも聞いてました。いいと思います、ね、あの四畳半に花一輪で言葉をつけるっていうのは結構難しいチャレンジだなと思って、一つ間違えばかなり間抜けなことになったり、なんか一人上手な状態になったりとかってしがちだったんですけど、でもそうならずに、ちゃんとそういう言葉たくさんいただけたし、評判も良かったし、そうだね、まあ四畳半も含めてもう少し話してもいいかもしれない、確かに言葉あるけどね、四畳半にも言葉はあるけれど、でもその言葉を考えた、またさらに理由だったりとか、あ、そうだよね、どんどんこうね、さらに深く行くこともできるよね。知っていただくと、今度また作品見るときにね、楽しんでいただけるんじゃないかなってね、そんなことをね思って、新しい企画やってみたいなと思ってるんですよ。あの一言で言うと、すごいまともですね、言ってることが、真面目だからね、基本的にはね。いや、真面目だな、加藤さん。真面目なんですよ、加藤さんっていうのは、本来。じゃあやりましょう、やりましょう。とりあえず何回続くか分かんないけど、試しにやってみたらいいんじゃないですか。企画としては、あの企画になってますもん、ちゃんと。あ、じゃあ企画通った。OK ね。あとはじゃあタイトル考えようかな。これ面白くするの？真面目にやるの？あ、真面目にやるって言ってるもんね、今ね。真面目にやるけど、やり始めたらどうなるか、ついふざけちゃうかもしれない。っていうかね、東京カメラとかだっていつも真剣なんだよ、あれ。真剣に笑わそうとしてるっていう話ですよね。うん、はい、どうします、それ、あのやるのは分かったんですけど、はい、タイトル、なんかその、なんていうの、企画の、企画、東京カメラとか旅カメラみたいなのをね、考えたいんですけど、募集しちゃう。いや、募集せずにちゃんと責任取ってください。あの、人に頼まずに自分で決める。ダメです。ちゃんとやってください。ちゃんと自分で。はい。じゃあちょっと考えて、やっていきますかね。どんな感じですか？あの、そのままあれカットしませんよ、このまま続けますよ。写真の出るまで1分で分かる写真の深い話。なんかちょっとあんま知らないけど、それなんかで使ってるでしょ、きっと。なんか聞いたことあるよね、なんかね、パクったでしょ、さりげなく今。だからパクったっていうか、なんかそんなのあったような気が、降りてきちゃったよ、降りてきちゃったような、なんかこう記憶の眠い、こう迷宮の中に。何かな、よくありそうな写真の読み方みたいなやつとか。そうね、よくありそうだよね。写真は飲み物ですみたいな。カレーと写真は飲み物です。ちょっとそれはね、
もうさ、ふざけてるじゃん、完全に今。こういうのやりだすとね、ちょっとね、こうなっちゃうね。うん、じゃあ写真の話、普通か。いいんじゃないかな、でも普通でね。加藤由香の写真の話とか、うん、加藤由香の写真の話行ってみましょう。いいんじゃない、ね、加藤由香写真を語る、加藤由香写真を語る、深い話なんかありますかね、ちょっとこれ考えましょうか、うん、でもまあなるべくシンプルにね、うん、うん、一枚一枚ね、うん、やるなら何からやりましょうね。そうですね、皆さんにやっぱり見ていただいて記憶にまだ残っている四畳半に花一輪のね、またさらにこうお話もできたらいいかなとかっていうのは思いますね。あの写真集もお手元に置いていただいている方もたくさんおかげさまでいらっしゃるので、また写真集もう一回見直すときに あんな話してたなとか、あ、なるほどね、でそれでまた楽しくね見ていただいたり、自分のありのまた想像をね膨らませていただいたりっていうのでね、楽しんでいただけるかなって。後書きには書ききれないもんね、そういう細かいところは、ね、うん、一個一個の話はねさすがにできないもんね、うん、それはいいかもしれない ね、 ね、じゃあやってみます、試しに、うん、はい、ね、やってみますかね。じゃあ次週、これどれくらいのペースでやるの？毎日？毎日無理だよね。毎日無理だよね。毎日写真はいっぱいあるから、やろうと思ったら365枚なんてあっという間に多分写真。あの皆さんが今やめてくれって言ってると思います今。ですよね。ですよね。まあ週に1回ぐらいのペースで。週に1回ぐらいなんかできればいいかなって感じ。ね、できればいいかなって、うん。かもしれません。ちょっと考えてみましょうか。うんうん、はい、では、ちょっと曜日はまだ分かりませんが、週に1回ぐらいのペースで、うん、あのそんな話できればいいなと思います、はい、はい、加藤由香の写真の深い違うちょっとそれまずい気がしてきたね、はい、タイトルはまた考えます、うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。